室の久保田です。今回はですね、バックのローボレーを、ネット方向に移動しながら打つ動きを説明したいと思います。まずこれやる前にですね、まずバックボレーができないと話にならないので、まずバックボレー苦手な方はですね、この向こうは前だとして、この構えからやらないとダメなんですよね。なので、それ知らない方はですね、まずそちらの動画をですね、見てください。過去の方、結構、去年の夏ぐらいに撮ったやつが、あると思うので、そちらをまず見てください。で、それができるようになって、この移動しながらっていうのを練習するといいと思います。それができないのにっていうのはもうちょっと、やりようがないというか、怪我しやすいんでね。で、前に出してそれから振ってしまうとかなると、全然違うのになりますので、それ、間違いのないよ。で、2種類大体あるんですよね。バックのローボレーで、前進しながら行く、打ち方っていうのは2種類あります。この辺の球ですからね。この辺の球を、まあ、ネット側に移動しながら打つというやり方は2種類。まあ、大きく分けると、左足を出しておいて右足。右足を出しておいて左足っていう、この2つなんですけども、まずはですね、難易度の低い方からいきますね。左足を出しておいて右足からいきますね。この状態から、バックの構えをやります。ここ。ここで大事なのは、左のつま先をターンしないことです。この段階ではね。前に移動したいのに、ここで横向いたらまずいんですよね。次の足が出にくい。し、これって、ラケット引いてしまいやすいんですよ。つま先がターンして横向きになっていくと、こっちの腕が自由になるんですよね。だいぶ引きやすくなるんです。これ何かというと、ストロークですよね。ストロークの動きというのは、股関節ターンして足を踏み替えて、つま先が斜め後ろに行ってもいいですよというような説明をしました。それはバックスイングしやすいようにしてるんですよね。引きが大きくなりやすいようにしてるんです。で、ボレーの場合はそんなに大きく引いてしまうとまずいので、しかもローボレーで前進しながら、向かっていきながらやらないといけないので、そんなに引いてしまうとまずいので、このつま先の、向きで、こちらのつま先をターンしないことで手を止めてくれるっていう動き、しております。その辺ちょっとちゃんと考えてやってるんですよね。ただ、なんとなく、教えてるところっていうのはどれもないので、ここ間違ってる人気をつけてくださいね。こうやっちゃってる人ね。これと、これは違いますからね。こう。で、この後、まず左足を出してください。で、出すときなんですけれども、このときに、つま先はそのままでいいです。そのまま。ここからこのまま。で、これがもし横になるときっていうのは、大体球が左方向に遠いやつになります。で、今やってるのは正面に来た球で低い球で前に移動しながらなので、このまま足出していいです。ここからこっちに出していいです。まあ、若干斜めにはなるとは思うんですけどね。まっすぐよりも少し斜めにはなると思うんですけど、そんなに横にはしないように。この状態大体横にやる人はここから引いてしまいますからね。後ろに行ってしまうので、それで注意してくださいね。ここからこのまま足を出して。1、2。で、右足を出しながら打球してください。だから出しながらですからね。これは気をつけてくださいね。ここから1、2。で、足音を立てながら、バンとは打たないのね。1、2。で、打球しながら足を出す。打球しながら。で、打球した時にはまだ右足は地面に着地してない状態がいいです。そっちの方が丁寧になります。これ何をやってるかというと、左の足、1、2の左の足でゆっくり体をコントロールしてます。1、2、2で、これ調整してるんですよね。左足で。距離を。で、遠いなと思ったら左足でぐーっと押しながら合わせていく。ということです。近いと思ったらちょっとで足を出していく。これかなり左足、左腰、このあたりに意識を置いといて、ボールにこう合わせていければいいですけどね。
で、最後のおまけぐらいの感じで右足が出ればいいです。足音を立てて打つ人というのは、大体、前にしておいて、バンとこう、こういう動きですよね。これとは違いますからね。後ろ足で行くやつですよ。1、2、3っていうリズムになります。わかりました。1、2、3っていうリズムになります。で、肩はですね、よくこうする人いますよね。ローボレーだからって言って、ラケットをこう使う人いますよね。ピンってこう上げる人。これダメですからね。こっちですからね。前から見ると、ここから足を出して、その後に、小指側がちょっと上がる感じになります。これもしないでね。これも。前に早く飛んできてる球に対して、自分も向かってって、この動きっていうのは難しいんだよ。できる限り左右の動きがないように、まあ多少はやっぱりつくんですけど、あまりこう、こっから、こう入らないでね。1、2、で、ここで合わせに行って、3で終わりですよ。これはそんなに左右に動いてないですよね。そちらは前ですからね。1、2、3。このラインです。で、小指側が上がる。だから、これはですね、ラケットをここから動かすときに、力がいらない方を動かしたぐらいの感じですからね。比べてみるとわかりますよ。下ろした状態でラケットヘッドをこうやって動かす方が楽なのか、こっちが動かす方が楽なのかね。こっちでは全然力いらないと思います。ラケットの重みも受けにくいですよね。重心ここにあってこっち側が動いてるんで、ここからこう置いてるんで。これこう持ち上げるとダメですよね。持ち上げると手が重たい。これ、肘の外側が痛くなる。でもこっち側に回す人っていうのは、肘痛くならないですね。これ肩が動いてるんでね。肩の上、ここから、肩が動いてこっちですからね。肩が動いてこっち。ここで当ててのこっちです。ここで当てるとダメですよ。横に行きますからね。1、2、3です。1。こっちは、ここは1ですからね。1。で、2。で、3。というリズムになります。打ち割り見たら大体わかりますよね。上手いかどうかはね。大体この辺の球をこうやって打ってる人って上手いですよね。これ怪しいですよね。これ間違いですよね。こう、跳ね上げたみたいなのは。大体こうやる人っていうのは逆にちょっと縦回転がかかっちゃって、ネットする人が多いですよね。それから右にボーンと飛ばす人。大体こっち。これはここでまた間違ってほしくないのがですね、前腕を回して、こうやる人いるんですよね、これ。これは違いますからね、これ。これは、肘から先が回ってます。肩動いてないです。これわかります?これ肩動いてないのわかります?正しくは、こっちですよ。これ正しい方。これ肩動いてますよね、これ。巻いといて戻すように、こういう、動きも入ってますからね。この回旋運動を入って、近いとこから遠くに出してますからね。内側から外側に。体に近いときは、肩は外側に巻いてますからね。で、離れながら内側にしてますからね。だから小指側が最後上がるんですよね。それを、構えがちゃんとここからできてない人というのは、この辺からやってしまう人というのは、肘から先を回しやすいんですよね。もう肩回したところで役に立たないんで。こっちをいじって、なんかこうやってますっていう感じを見せようとするんですけど、これは違いますからね。これは、体の前に出しといて、前に出した手を回してるやつ。これは、体の近くに右腕を持ってきて、で、外巻きに肩を、外巻きにしといて、逆に内巻きにしながら打球したやつです。体に近くて、外ですからね。外巻きですからね。外。で、離しながら、内側ですからね。肩がね。これ、間違わないでくださいね。これちょっと、スタートがちゃんと合ってれば、だいたいこっちにはなると思うんだけど、スタートが、こうやっちゃったりする人はもう、全然肩の動きじゃなくて、前腕の動きになります。でも、打った後に確認すると、なんか似てるんですよね。でも、球は飛ばないと思いますよ。削るばっかりになると思います。ほとんど削るかな。で、ミスヒットすると、すごく手首が痛いです。前に出しといて、ローボレー打ってミスする人っていうのは、手首が痛いと思いますよ。手首の、この、
この角度で面を作るんで、ここでミスヒットするとすごく手に響くんですよね。でもこっち側でミスヒットしても手には響かないですからね。肩が全部受け止めてくれるんで、振動衝撃を受け止めるんで、で肩の大きさからするとその当たった衝撃ってそんな大したことないんで、その辺全然違いが出ると思うので、もし手首の方がビンビン響いて痛いとかっていう人は構えが間違ってる可能性がかなり高いので、構えを真横から取ったりとかしてこの辺から取りに行けてるかなっていうのを簡単なボレーからやっぱりちょっと練習するといいと思いますね。ここから取りに行って打球できてるかどうか、ね、もう一回いきますね。これ2種類やるうちの、まず簡単な方のフットワークです。1、これ1ですね。2で前進します。で3で当てながらまた前進します。向こうは前だとしますね。1、2で前に行きます。で3で前に行きます。一回行きますよ。1で一回引っ込めないとダメですよ。前に行きたいんだけど前に出しながら行ったらダメですからね。一回引っ込めて、で自分が動きやすいようにしといてですよ。前に出すと前に行きづらいんですよね。何か重たいものを持っていただければわかるんだけど、前に重たいものを出してしまうと自分が行きにくいんですよね。重たいものを一回ここに抱えると自分が行きやすくなるの で、それをちょっと使った感じになればいいですけどね。そういうイメージでやっていただいてもいいです。一回こう畳んで、左で右を出しながらです。ということです。まあ、ちょっと、試しにですね、これ壁打ちでもできなくはないんですけどね、ちょっと、タム出しが難しいんですね、壁打ちだと。だから誰かに出して、ボールを出してもらって、1、2、3っていうリズム。1になったらダメですからね。1、2、3ですからね。このリズムを間違えないように練習してみてください。これが2種類、大雑把に分けて2種類あるうちの、簡単な方のフットワークです。まずはこちらからやっていただけた方がいいかな。うん、でも私の場合はあんまり使わないかな。っていう気がしますけどね。丁寧に打つときはいいんだけど、思いっきり入って、打ちたい時にはあんまりこれは使わない。割とこれちょっと余裕がある方の、ボレーなんで、実際はもっと突っ込んで打つというもう一つの方の、フットワークがあります。なので、それはまた別動画で、紹介したいと思います。ちょっと壁打ちのところでですね、今のフットワークをやったものがありますので、これから流します。今回は以上です。